助けられない。うん。寝た。よいしょ。よし。できる？でアイス食べ終わったもん、それ？うん。子供がすごいのに、ね、たくさん。なんで手いってるの？なんで手いってるの？なんで手いってるの？何持ってくの？秘密動画のネタ。あ、そうだね。ボリューム研究室の動画のネタです。今から撮ります。バイバイ。もうなくなった。うん、じゃあ終わったら。着替えないよ、さすがに。それアイスというよりなんかつけて食べてるだけっぽい感じの。そう。あ、ちなみにこちらのスマホはね、ママのスマホで、これは特別にね、カメラ代わりなのでね、撮影しなきゃいけないので。え、ママのスマホだったの？そうだよ。ちょっとね、今許可してます。許可してお借りしてんの。普通のおやつパーティーになってますね。うん、撮影終わったからね。撮影終わりましたか？うん。はい、じゃあスマホ回収して持ってってよろしいでしょうか？うん。はい、じゃあ編集するのは後日、どうせ後日だと思うので、うん、今日はしないでしょ。うん、じゃあスマホまたママのなので返してもらうね。ボーイボーイ。リミさん、お昼ですか？お昼寝タイムですか？リミ、なんでそんな眠いの？疲れた？今日何もしてなくない？してなくない。だってさ、宿題もさ、結局ちょっとしかやってないでしょ？ちょっとしかやってなくない。そうなので、足ロコロとゴロゴロして、でクーリッシュのアイス食べて、お腹が痛いってまたゴロゴロしてたくらいじゃない？あとこれ今撮影ちょっとさ、しかもとんがりコーンとクーリッシュを食べるという最高な撮影で。最高じゃん。なんでそんな疲れてるの？え、だってさ、うん、スマホさ、うん、あのさ、撤収されたもん。スマホないと疲れちゃうの？うん。なんでよ。スマホないと疲れないでしょ、逆に。疲れない。これからもっと疲れるけどいい？なんで？学校行くよ。いいよ。いいの？え、学校は疲れないの？多分。本当？もうすぐ3時？
てかさ、3時になってやっと3時間だよ。そっか、スマホ禁止でリミ、まだ3時間、まだ3時間だよ。あと3時間はい、なので今からね、こちらを、この宿題、植物の観察ですね。で、しほちゃんの植物はなんか学校にみんなね、あるみたいで、夏休みにね、やっぱり学校に来て観察しなきゃいけないっていうことなのね。そうなんです、はい、なのでね、しょうがないの学校行ってください。はい、はい、じゃあね、りみちゃんも暇なのでね、一緒に行くみたいです。行ってきます。スマホないしね、いつもりみは行かないけどね。いただきます。行ってきます。気をつけてね。行ってきます。いらっしゃい。はい、ち、はい。おかえり。汗びっしょり。リミすごい汗だよ。しーちゃんよりリミの方が汗すごい。見て見て見て。やってきた？はーい。ちゃんとどうだった？痛くそう。して。今から色塗るの？そう。はーい。じゃあね、色塗ったりね。あとはもう完成させるだけだね。うん、これで一つ宿題も進みました。イエーイ、めっちゃ暑い。暑いね。はい、じゃあお疲れ様でしたと言ってもまだ今は3時半過ぎ。はい、じゃあスマホないですけど、ちょっとゆっくりしてください。ゆっくりできません。うん、何しよう。スマホ見る。スマホ禁止です。じゃ寝てないもん。だって眠れないんだもん。リミ、宿題終わってないよ、あなた。そっか。そっかじゃなくて。あ、やだ。でも今日ちょっとね、お出かけちょっとします。ね、明日もあるから明日でいいでしょ。何を？宿題。別に明日でも明後日でも明後日でも、いつでも、夏休み中なら別にいつでもいいんだよ、宿題。ただリミちゃんが早めにやっといた方がいいかなって思っただけで言ってるだけであって、ね、別にいいんだよ、リミ。9月1日までにやれば。9月1日に全部終わらせてもいいんだよ。うん、そう、9月、そう、ある意味9月1日に全部やってもいいんだよ。でもママいないからね、9月1日。ん？9月1日、しほちゃんのダンスの発表会だから、ママお家にいないから。リミ、私もね、あのね、会場に行ってるから。私もいない。だから日々頑張っていこうね、宿題。そういうこと。はい、掃除して掃除して。なんでここもと思うよ。掃除して。なんでママ掃除しないの？びちょびちょだよ、びちょびちょ。なんでママ掃除しないの？だってママやってないもん。しほちゃんとりみちゃん。え、ママお姉さん？だけど悪いだね。ね、やったままにしちゃダメなんだ。片付けないといけません。悪いおばさん。おばさんじゃないわ。お姉さまよ、お姉さま。これエレナ。はい、ちゃんとお片付けもしましょうね。優しいお姉ちゃん。なんで優しいお姉ちゃんなの？やらせてくれた。何やらせてもらったの？水やり。ああ、水やりやらせてもらったの？観察の時の水やり。だから優しいお姉ちゃん。よかったね。リミちゃん、なんでそんな冷たい目で見るの？ねえ、ママ冷たい目で見る。ねえねえ、見て見て見て、2時間ぐらい、今3時間でしょ。びっくりした。見て見て。え、何？ああ、かわいいでしょ。この紐をつけたの？見て、エイリアンだらけだ。見えないし、おちゃん。見て、エイリアンだらけ。ちょっと二人で一緒に喋んない。見て、エイリアンだらけ。エイリアン？あれ、前からエイリアン。ここはエイリアンいなかった。え、もっと。え、じゃじゃーん。こっち？ここでしょ？ここの目が、サングラスがかかってる紐。そう、かわいいでしょ。つけたのね。こうしたかったの。え、リミ、さ、スライム作りたい。スライム作りたい。いいよ、作りな。イエイ。それあんま触んないでね。なんで？え、これしほちゃんが作った自習。自学。自学ノートで作ったスライムか。そう、これ学校に持ってきたいんだよね。展覧会の時に。だから取っとく。
いや、しゃっくり出てる。しゃっくり始めちゃった？もしかして。しゃっくりじゃないよ。何？おえだよ。おえ？やめて、おえ。おえの方が嫌なんですけど。嫌だ、おえ。吐く？吐く？いつ吐く？いつ吐くの？大丈夫？じゃあもう早く寝なさい、こっちで。スナイム作るの。布団になってるけど、ソファーカバーが。ぐーたらぐーたら。リーミー。何やってんの？ママが寝なさいって言ったから寝たんだよ。だって吐くって言うからさ、気持ち悪いのかと思って。ママが寝なさいって言ったからね。ムカつく子だね、あなた。ママ見えない、どこ？ママいない。なんで見えてるでしょ。見えないの。そうなの？見えないよ。はい、バイバイ。本当にね、なんでバイバイ。なんで、なんでもう別に違いも違う。だってずっとリミのこと撮っててもさ、ちょっとみんなつまんないと思う。寝てるリミ見てて、カメラがバイバイってこと。そう、カメラがバイバイってこと。バイバーイ。最近絵描いてないからちょっとヤバくなってきた。やばい、ね、今二人は犬を描いています。ママがお題を出しました。はい、犬。犬に見える。これ描けるかな。じゃあ出来上がりは後ほど。はい、できましたか？はい。あ、りみちゃん？あ、これは、この白い方がシロンで、茶色い方がコロンね。はい。かわいい。シロンがペロペロするから、舌が出てる。へへへ。はい。で、しほちゃん。しほちゃんの体までついた。あ、かわいいじゃん。コロンのがちょっとちっちゃめになっちゃった。遠近法がね、後ろにいるのがね、コロン。そう。で、手前にいるのがペロペロしに来たの。なんか尻尾が豚みたいな。このくるんっていうのなんかね。待ってね、シロもね、くるってしてる。体ね、上手じゃないんだよ。シロもくるってしてる。ヒロも豚の尻尾。そう、カラも豚の尻尾。はい、かわいい。何がいいかな。何がいいかな。何がいいかな。じゃあタピオカドリンク。タピオカドリンク。いいよ、いいよ、いいよ。二人の描くタピオカドリンクはどんなかな。はい、じゃあまた出来上がったら後ほど。後ほど。できましたね。はい。リミちゃんがこれ。お、いいじゃん。ミルクティータピオカですか。そうだ。はい、で、しほちゃんはちょっと見せてください。うん、こんな感じ。うん。かわいい。かわいい。ちっちゃい。なんか縦がちっちゃい。ね、かわいい。かわいい。かわいい感じね。かわいい。はい、同じような感じだね、二人ともね。うまい、うまい具合に同じような感じ。ね、めっちゃ同じ。次。まだやんの？やる。なんか帽子っていうね、お題にしたら、なんか、みーちゃんは幼稚園生の麦わら帽子。しほちゃんの帽子。書き途中。でも書いてるよ。うん。え、これね。帽子キャップと麦わら帽子。はい、じゃあちょっとこれからね、夏休みのちょっと撮影のね、予定を簡単に決めるので、はい、はい、いいですか。もうそろそろ終わりにしますよ。あと最後ラストの問題、人は、はい、ディナー。はい、今のね、白子にキラおやつをあげてます。煮干し、ペットの煮干し、ペット用の煮干しっていう。チロンお座り。チロンお座り。お座り。お座り。チロンお座り。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 からの手。できましたー。できました。え？ねえ、しーちゃん、コロンのちょうだい。いや、やっとこの時間だ。はい、ということでね、今からね、撮影に行ってきたいと思います。はい。シロコロはね、お留守番でーす。バイバイ、シロン。お別れでーす。コロン、バイバイ。行きましょう。はい、バイバイ。車でもスマホ見れません。グミペ。